最近よく思っていたことがあります。去年の10月のミラボレアス追加から半年以上経ち、だんだん忘れられつつあるミラボレアスですが、未だにあの強さに自分は疑問を持っているんです。近畿のモンスターって最初は黒竜が最弱クラスだったじゃないですか。なのに今は最強格へと魔改造されました。アルバトリオンにも言えることです。一体何が関わっているんでしょう。そこで自分は気づきました。モンスターハンターワールドアイスボーンは固有種の数が歴代1位の12体であることに。そして当たり前ですが初代は一番少なくミラボレアスを除けばキリンとラオシャンロンの2体です。そこで歴代のモンハンシリーズで登場する固有種の数と、その作品で初登場した近畿のモンスターを比べてみました。図にまとめるとこんな感じです。お分かりでしょうか?モンスターハンターワールドアイスボーンは近畿を除いて12体。そして黒竜と高黒竜が異常に強いです。次に固有種合計11体のモンスターハンター 4G では、あの水排式のユータを大量に葬った最強格のミラボレアスである、通称ミララースが初登場しています。これでもまだ偶然かもしれないので3番目に固有種が多く登場している作品を調べましょう。合計9体なのですが、4作品被っています。モンスターハンターワールドではそもそも近畿が存在していないので除外。ポータブルセカンド G とダブルクロスでは近畿はミラ3兄弟がいるものの、初登場の近畿はいないのでこれも除外します。そして残ったのはモンスターハンタードス。ここではソリューミラボレアス、ユーザーではミラルーツとか呼ばれてます。このソリューが初登場しています。確かにミララースほどではありませんがミラルーツは相当強い近畿です。次は下から順に近畿の登場と固有の数を確かめていきましょう。最下位は近畿を除いて固有種2体の初代モンスターハンターと、ポータブルサード、あとはトライです。ポータブルサードはアルバトリオンがいるものの初登場の近畿はいないから除外。残りは初代モンハンとトライです。初代モンハンでは黒竜ミラボレアスが初登場、トライではアルバトリオンが初登場しました。確かにこの時の黒竜は今に比べて強いとは言えません。非常に遅いモーション、ハイズリ、猫パンチ。アルバトリオンも、ワールド移行から始めた人からは信じられないでしょうが、エスカトンジャッジメントをしてきません。なんなら有活性状態すらありません。しかも水属性すら攻撃として使いません。言い換えればエネルギーを制御できていないんです。そう。圧倒的に今より弱いんです。次は固有種の数3体のモンスターハンター G。ここでは交流ミラボレアスこと通称ミラバルカンが初登場しました。まあ、黒竜よりは強いです。最近では溶岩島にいるのでバリスタがなく、黒竜より圧倒的に強いと感じる人もいるかもしれません。次はモンスターハンタートライ G。固有種の合計は4体です。そこで登場したのがグラン、ミラオス。そう。大体近畿の強さ順にその作品の固有種の登場数も決まっているのです。これは開発が意図しているのかは自分は知りません。カプコンの社員ではないですので。あと、黒竜の装備ではそれを装備したハンターが幻覚を見たり、自分の腕が黒竜の腕のように見えるなど、黒竜とハンターが共鳴しているかのような描写もあります。でも、固有と共鳴するのは今のところ竜人族だけなので実際にハンターが共鳴するのは違うと思います。自分が言いたいのは主人公ハンターと近畿のモンスターは何かしら関わってるのだと思います。例えば主人公ハンターの強さだけ近畿のモンスターは強くなるとか、でもこの説に関しては信憑性は蜃気楼と同じくらいなので、多分違うと思います。他の説があるとすれば固有が討伐されるだけ黒竜たちは強くなるとか、ですかね。でもこれは信憑性があると思います。アイスボーンでは陽気な推薦組が奴はいつシュレイドに来るんですか?と言っていてこれはミラボレアスがいつもシュレイドにいない裏付けにもなります。そしてラオシャンロンやゴブマジオスなどの超大型固有種に多く見られる特徴がミラボレアスにもあることから、おそらくシュレイドにいない間は地脈にいるのだと思います。アルバトリオンもエネルギー豊富な活火山、溶岩島にいたり流氷の谷に来たりなどやたらとエネルギーを求めています。そしてミラボレアスを意識されてると思われるムペと、ジーアも、脈を操り自分にエネルギーが来るようにしていたりします。
なんとなく気づいた方もいるのではないでしょうか。そう、ミラボレアスやアルバトリオンも地脈でエネルギーを大量に蓄えている可能性が高いのです。それも新大陸レベルの範囲ではなく、それこそモンハン世界全土の地脈を通って、ミラボレアスにエネルギーが供給されているのではないでしょうか。グランミラオスも死んだ後に深海でエネルギーを蓄えて、また地上に姿を現すという設定もあります。ここからは完全に自分の予想ですが、シャルダオラなど固有あたりを行った固有はあえて新大陸で死ぬことによって、ゼノジーアにエネルギーを渡し、国有の復活をできるだけ阻止しようとしていたり、なんて考えもできるんじゃないでしょうか。それでは今日の考察のまとめに入ります。近畿のモンスターは、世界中を張り巡っている地脈で固有の死んだエネルギーをもらっているから、その作品で登場した固有の数だけ強くなる。今日の考察はこれで終わりです。この動画でチャンネル登録者が増えれば、やる気が出て続きをやるかもしれません。高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。